早速始めますか。よろしくお願いします。お願いします。今日って月クラは、あ、月クラあるんで、僕ちょいごめんなさい、途中でピッて抜けちゃうかもです。あ、すいません、すいません、9時までで参加でお願いします。了解でーす。はい、お願いします。じゃあ記念すべき第1回マイクラアーカイシブ開催、イエーイ、バン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 。いや、なんかその部長的な面してますけど、全然僕はそんな立場ではなく、ちょっと教えて欲しいなっていう、まあ、思いで、まあ、レッドストーン回路を学びたいという気持ち一心でちょっと声をかけたら、まあ、皆さんお集まりいただいたので、まあ、みんなでラフにレッドストーン回路勉強していこうかなという回でございます。はい、イエーイ。はい、そういないですか、認識。はい、ないです。ないです。やっぱ全アイテムの中でこのトーチが一番形綺麗ですよね。うん、いや、そこをめでるためじゃないんだけど。やっぱり非常にいい形してます。はい、確かにいいですね。どこに置いてもね、やっぱ反応するという、ね。そうなんですよ。はい。いやいやいや、なんかこういう仕組みとかも細かく、どうすか、皆さんレッドストーンに対して結構博識高い方の集まりですか、ここは。分かれていますか、自信ある方とない方で。え、どういうこと。ああ、この、はい、超えられない壁ってやつか、これ。いや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 、こっち側がちょっと厳しい。厳しい側。教えてほしい。教えてほしい。効率部はこっちじゃねえだろう。生徒側こっち。効率部はパクってるだけだから、あれ、ほんと。いや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 。脳筋部、マジで試行錯誤しながら作ってるんで、はい。そうですよね。まあでも、ガチガチの初心者かっていうと、初心者ではないので、この、ライン上にいます、僕は。はい、なるほど。ライン上ぐらいが。ライン上にいます、僕は。はい、みんな乗るよ。マグニーさんはでもこちらじゃないですか。マグニーさん、ここだよ。超えられない壁が、これだったらここだよ、多分。あ、そうですね。こっち側はあれ、オリジナルで作る人たちでしょ。あ、オリジナルか。わからない。はいはいはい。ちょっと部長、今日あれしてくださいよ。何やるかをちょっと。はい、確かに。いや、楽に行きましょう。ここ一人もいなかったら、この部活成り立たないんで。同好会になっちゃった。確かに、同好会になっちゃう。同好会、うん。みんなの中で、これ自動化したいとか、回路使ってやりたいみたいな装置があれば、それを募集して、まあなんか何票が出たらそれで決めて、抽選で当たった人の拠点に立てちゃおうみたいな。ちょっと皆さん、今日はちょっとあの、はい、ユニフォームを渡します。あ、ユニフォームあるんですか。ユニフォーム渡します。本当だ、すげえ。あげます、これ。おお、すげえ、かっこいい、はい、ユニフォームあるの嬉しいな。ユニフォームで部活感出てきた。すげえ、ヘッドが固まるわ、これ。これ助かるな。あれ、コマルさんが、はい、ああ、ありがとう。たいすげえ、おい、あが、じゃあこれかぶって、ちょっと待て、ちょっと待て、やりましょう。いや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 、ちょっと違うの、なんでなんですか、大体が。研修生。いや、お前らが足りにくって、まさか。大丈夫、カリニウム用の帽子。終わりました。じゃあ、カリニウムなの、大体。そうですね、体験の。まだ体験してない。はい、体験ね。雰囲気とか見て決めようかなって思ってます。なるほど。はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ゴミ箱か。一番基礎のそのリーダー使ったりね、ドロッパーの中に物が入った時だけピコってなる、はい、やつとかいいかもですね。いいんじゃない、いいんじゃないね、ドロッパー。確かに。じゃあそれにします。今日この例えばドロッパーでゴミを捨てたいなって時に、はい、手動でやったらめんどくさいじゃないですか。はいはい、こんな感じで。あー、めんどくさい。これ人間の、いやー、まあ、はい、人力でこうカチカチしてるんですけど、このカチカチしてるのを自動でやるのをクロック回路って言います。はい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 、これじゃないですか。おー、はいはい、すげー、うん、じゃあ僕もっと原始的なクロック回路をいいですか。はいはいはい、ブロックを置き、両サイドに、トーチ、いいトーチ、あ、そして焼き切れるってやつね。焼き切れる。あ、焼き切れちゃうの。ショートしちゃった。あ、来た。あ、いた。焼き切れて、焼き切れて。はいはいはい。ここも一番原始的な。ね、脳筋部代表クロック回路です。ちょっとじゃあ、スマートクロック。あ、スマートクロックお願いします。スマートクロック。出ました、オブザーバー。いやー、来た。出た。これね。
これね、うん、はいはいはい、はい、これスマートですよね。わかりやすいですよね。これ顔と顔が合わされば、はい、シンプルにもうその先はクロックするっていうやつですね。うんうんうん、ああ本当だ、チカチカしてる。ディスペンサー。大原くん TNT はないんですか？ TNT は。TNT、うわ怖い。少々お待ちください。おおやめろ。危ねえぞ。行かせていただきます。はい。はい、いやいや。まずい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 。やっぱ時間が。時間ちょっとすいません、じゃあ僕ちょっとここでおいたまいたします。はいすいません、またよろしくお願いします。楽しかったです。あ、またよろしくお願いします。すいません、途中でお願いします。帰宅します。ありがとうございます。誰か乗って誰か乗ってほら、痛い痛い痛い。すげえすげえ、マジこんなのあるんだ。面白い、すご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 い、いけいけいけ、えーこんなのあるんだ。じゃあなんか例えばこれ3人で一緒に踏まないと入らない部屋みたいなの作れるわけですか。作れそうだね。なるほど、確かに。まあじゃあゴミ箱だけ今日の一応進捗としてゴミ箱をきれいに作ってこれで終わりにしますか。はーい。ちょ、次回普通になんか僕ちょっとマグニーさんの拠点のなんか装置が多すぎて結局いつも行くとき訪問するときにようわからんやつがいっぱいあるんですよ。それちょっと確かに、うん、これこんなやつだよみたいな紹介をしてほしいですね。なんか作ったの巡るのもいいかもね、みんながね。あ、じゃあ次回ちょっとみんながレッドストーン使ったやつを巡る回しますか。今日一通りマグニさんの説明聞くとなんかもう全部に意味があるように見えてくるんだろう。なんかこれ何もうなんかのこれなんかの回路なんじゃないかって思っちゃう。この塀とかね、うん、こいつのブロックにもなんかそういう仕組みがあるんじゃないかみたいな。階段の向きもこれ意味あるんじゃないかとかね。うん。ああ、じゃあここにゴミ箱作りますか。いや、代表者が作ろう。部長じゃないですか。あ、部長行こうか。じゃあ部長行ってみる。部長コメちゃん部長、どんどん拾ってんな、おい。まあ、何が部長一旦じゃあここは僭越ながら私がマジで部長名誉会長みたいな感じですけどね。僕はあのもう全然回路について知らないんですげえ緊張します。部長なら大丈夫なら、うん、今後の赤い支部がかかってるぞ。あんよ、ブレッシャーかけないでちょっと。なるほど、アイテムが入ると感知するやつですね。ここむずいんだよな。ちゃんと TLG で吹き飛んだところだな。うん、そうなのよ。こいつがいっぱい満タンになるときにみたいなっていう風なことにすればいいですね。あ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。口にはいっぱい入るけど、喉は1個しか通らないね。その通りです。おお、はい、はい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 。あ、これだと方向が。あ、それでこういうことか。はいはいはい。いたー、カチカチ来たー。え、これだと。いた、行くのか。行った。おっと、行ったぞ。素晴らしい。で、アイテムなくなったら？アイテムなくなったら静かになる。おお、来たぜー。いや、気持ちいいけどすごい手引きされたけど、なるほど。いやなんかもう、いやむずいなこれ。むずい。いやなんか別にそんなに多分今日学んだ仕様の中で難しいことをめちゃくちゃやってるわけではないとは思うんですけど。でもなんかこうするときだけこうしたいみたいな結構考え方。難しい。なんか言ってる。変な誘い。誘い。まあ一旦作りますか。ちょっと誘ってくるやん。なんとかして引き入れるとしてくる。おお。いや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 。いや、じゃあ授業内容できすぎだろこの装置。すごいな。全部おさらいできる。モーラできちゃう。いいやー深すぎるだろ装置。ゴミ箱一つでめちゃくちゃ学べる。確かにできましたね。おお、ね、これでじゃああとどうしかもらえれば動くのか。果たしてこれで、おお、動いたー、動いたー、ナイスー、ナイスー、ナイスです。このこっから見たらこのなんかチェストに横になんかレバーピッてついてるだけなのに、うんうん、この下ではすごいこうカチカチしてる、緻密ななんかコンパクトになった仕様が動きまわってると思うとすごいなんかあれですね、ロマンだね、ロマンだね、かっこいいマジで、うん、じゃあ部長こちらどうぞ、はい、頼む輝きを。でもこっちの方1個しかないのこれ。
1個だけ。1個しかなかった。どっちかっていうと、こっちの方が大事。こっちの方がすごい大事。いや、こっちこっちこっち。いやいやいや、これ見やすいから、これ、多くの看板だから。うんうん。じゃあ、いきます。はい。あ、お願いします。ピーン！イェーイ！完成！完成！おめでとうございます。設置付きね。素晴らしい。これね。なんだこんなちっちゃいのって言って笑うやつはね、まだ初心者ですよ。いや、間違いないな。何も知らずにね。どれだけこの下ですごいものが詰まってるか。これはもう僕たちにしか分かりませんよ、これは。全部詰まってた、今日。いやー、素晴らしい。素晴らしい。ちょっと、写真でも撮りますか？撮りますか？はい、チーズ！早いな。オッケーです。じゃあ後で送ります。これ。ありがとうございます。ありがとうございます。部長、部長。はいはい。何でしょう。その今回をもって正式に入部したいなと思ってるんで。はい。あ、よろしければその正式なユニフォームの方の準備よろしくお願いします。君はもう自分で染めろよ。君はもうメンバーの一員だ。ありがとう。おかしいだろ、リーダーにもらうから意味があるんだよ。君はもうそんな偽物作って何が楽しいんだって話でしょ。君はもう立派な赤い支部です。ありがとうございます。はい、もう次回もじゃあこの辺で、じゃあ一旦今日は建築部締めとしますか。はい、お疲れ様です。はい、第1回になりましたが、皆さんご参加ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。1ヶ月おきか2週間おきか、まあなんかちょっと頻度わかりませんが、第2回時間もやりたいと思いますので、楽しみにしてます。あれば来てください。もっと勉強していきます。もっと勉強します。では、ありがとうございました。ありがとうございました。ここから各自、はい、はい、なんか月倉で鬼ごっこやる、かくれんぼか。じゃあ行く、行ってるか。どこ行けばいいの？どこ行けばいいのか分かんないな。よし、はい、というわけで一旦帰る部以上ですね。あつくらかくれんぼ行くか。このあつくらかくれんぼ初参戦だから楽しみだな。これは面白いっすよ、なかなかに楽しみ。今日は寝るにゃん。おやすみにゃー、みんなおやすみにゃー。お疲れ様でーす。楽しかったにゃー。ま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 たにゃー。お疲れにゃー。おやすみにゃー。お疲れにゃー。はい、というわけで終わります。いやー。怖いな。もうなんか多分みんなもう、お酒入れてるようなテンションなんだろうな。よし。言うて久しぶりのあつくらでしたが、今日初めて卵投げました。震えました。正直震えました。お疲れにゃーん。終わりまーす。ドスボザレインボーの動画をご覧の皆様、よろしければチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。おすすめ動画もよかったら見てね。